皆さんこんにちは、エルザです。今回は新スペの対策はとても辛いについて解説をしていきたいと思います。新しいスペシャルが2つ導入されましたが、結構猛威を振るっていますね。ウルトラ着地はゴリ押しによって近づいてきた敵が使ったり、積み流しとはとにかく邪魔っていうところがあります。今回はこの2つについてどうやって対策をしていくの方がいいのかっていう解説をしていきたいと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。はい、じゃあガチアグラやっていきましょう。進化境になってのオープンですね。やっぱいるね、マニューいるね、マニューコラいるね。だって歩兵はね、正直初動難しくてさ、です、ほんとしないの大変だよね。ほらやられたほらやられた、こうなるんですよ。いやー、めっちゃ早かったな、これね。めっちゃビビッともやられた時まあとりあえず乗ってスペシャルをガンガン貯めて押し込む感じにしようかな。危ない。とりあえずメガホンを使ってスペシャルも合わせて、お、アシスト入ったね。ここ抑えたい。まあ、ハイドラさん抑えられただけでいい。ここちょっと押し込みたいね。でも逃げないとな、これぐらいだと。はいこれはラッキーだねああいうとそんなキルできる、ちょっとね嬉しいけどね。さあメガホンいい感じに溜まってる。よしよしよし、メガホン刺さった。あー、いいカニ、いいね。結構味方がガンガン出てるからライン合わせやすい。ただまあ押し込まれるとね、歩兵はずっと辛い展開だからね、有利は維持したいよね。ここいたけど違う子だったな。いやー、ブラスターがなー、ちょっとしんどそうなんだよなー。あ、ウルチャック、やっぱウルチャックは近づかないのがいいね。これ相手はスミナが使ってくるっけ。あ、やばいやばい、足元足元、こっちはいないよね。カニだもんね。ほい、ここ。ここ。やっぱ当たんないなぁ。まあ、さすがにあれで当たったらね。ラッキーすぎるね。よしよし、ここは逃げよう。もうとりあえずポイズン投げて、相手嫌がらせしまくって、みたいな。で、ここもポイズン投げて、メガホンも当てて、よし。危ねー、着地持ってなくてよかった。着地持ってたらもう無理だった。ナイス、よしよし、危ねー、押し込めたの強かったな。相手のスペシャルがね、押し込んだ時に強いの多かったからね。はい、という感じで、今回の1試合目は終わりたいなと思います。では続いて解説に行きましょう。それでは本題に入っていきます。今回のテーマは新スペの対策がとても辛いということで、早速2つのスペシャルについて特徴や対策を話していきたいと思います。対策に関しては実際に使用する動きの傾向から考えを練っていきたいと思います。まずはウルトラ着地から行きましょう。ウルトラ着地は空中に飛び上がり、本体と左右に拳のインクを地面に叩きつけて爆発をさせるスペシャルとなってます。前作のスパチャックを考えるとかなりパワーアップして帰ってきたんですよね。では特徴についてですが、攻撃範囲はそれなりに広く、塗りもできる。3つ壊すことはかなり困難である。射程は3から4程度の円形攻撃となるとなります。この効果を見ると破壊は難しく、ちょっとした段差や壁裏なら攻撃範囲となるため、かなり厄介っていうのがありますね。ですが、使用するにはある程度敵に近づくという必要があり、近くで発動しないと逃げられるスペシャルとなっています。このあたりは前作と一緒ですね。
では対策についてですが、この近づくを中心に考えていきたいと思います。近づくを考えた場合、近づけるルートを潰す、メインで先に削っておく、ポイズンを投げて機動力を落とすとなるかなと思います。とにかく近づけさせないということですので、後衛ポジションに来るまで抑える必要があります。先に一発でも攻撃を当てていたり、ポイズンやメインで邪魔や移動ルートを潰すことが事前の対策となるわけですね。正直近づかれたらエイムとキャラコンの感じかなっていうのがありますので、事前に潰すっていうことがやっぱ重要なのかなと思いますね。使わせなければどうってことないですからね。続いて墨流しシートについて話していきたいと思います。前方に投却物を投げ、着弾したところから左右にシートが展開し前進してくるスペシャルです。当たると色覚もおかしくなるのが特徴ですね。今までにない全く新しいスペシャルということで邪魔に特化しています。思ったよりも大きいので意外と視界を取られるっていうのがあるんですよね。それでは特徴についてですが、投げて発動場所をある程度選べる、壁を貫通するので壁越しでも有効、お互いに状況が見えづらいっていうのがあります。とにかく視覚に特化した邪魔なスペシャルとなってますね。そのため結構厄介な部類ではあると思います。特にマップの移動ルートを理解をしていないとか、相手が隠れて突っ込んできたりとか、待ち伏せの準備をしたりっていうのが起きますね。意外と厄介です。ですがこのスペシャルについては、使用した後に投げた場所への移動を活用することが傾向としてあります。これを対策の対象として移動を中心に考えていきたいと思います。移動ルートにポイズンやメインを置いておく、メガホンやデコイを隅長の周りに使う、素早く横の角度を取るになるかなと思いますね。とにかく隅長シートを使われた時はその場所を中心に移動できるルートを潰すように動きましょう。隅長シートは攻撃というよりも前線への押し上げがとても強いです。そのため発動すると敵が一気に攻めてきますね。どの攻めてきた場所に対してもマップをイメージして攻撃をするというわけです。事前に潰したり消すことができないスペシャルですので、使われたことによってルートを潰すということを意識していきましょう。以上が新スペ2種に対して活用できる対策かなと思います。まあその使用傾向などっていうのを調べると一番わかりやすいのかなと思いますね。でこれに関しては自分自身でも使ってみるとわかりますが、意外と前のめりなスペシャルなんですよね。この点をうまく対策として活用すると、まあ最初の頃からでも対策がしやすさはあるのかなと思います。はい、ということで、今回の解説は以上となります。結構ね、墨流しとしんどいところはあるんですけどね。あ、でもウルチャクの破壊力がな本当ね、本当大変なんだよね。で相手ウルチャク使ってたけど、やっぱあれぐらい離れて無理だし、まあ、こんな感じで墨流しとも使われるとね。ただ今みたいに上から越えることはできるから、あれは今のだいぶ運が良かったけどね。あんな感じで避けながらっていうのもできるからね。さあどうしよっかな。こっから右取りたい。あ、でも味方がナイスすぎるね。ここ嫌がらせ。あ、倒せないんそれまあ90ダメ入らなかったんやろな。この笠さん前来る。よしよしよし、メガホンも溜まった。これ使いたいね、これ使いたいよ。あ、痛いね。メガホンね、ギリギリまで貯めときたいのはあるんだよね。あ、やばい。こうやって使えないことあるな。もうちょい、そうだね。もうちょい今の中途半端なところだから下がってよかったね。さあ、あ、味方ナイス。はい。ということで、今回は新スペ2つについての対策となります。まあ、逃げ一択なところはありますね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。